戸田恵梨香は日本の女優。兵庫県神戸市出身。フラー無所属。夫は俳優の松坂通り。11歳の時から芸能活動を開始し、上京する以前は大阪の芸能事務所グレースに所属していた。ドラマの NG シーンを放送するバラエティ番組を見て芸能の世界に興味を抱いたことがきっかけである。2000年 NHK 連続テレビ小説。 オードリーにて、大竹忍が演じるヒロインの養母、吉岡滝の役の幼少時代として回想シーンに出演する。2003年に、週刊ヤングジャンプ紙面で開催されるオーディション、聖これレーザンにて入賞。その後、現在の所属事務所であるフラームから声をかけられて、移籍し、中学卒業後に上京して、本格的に女優業をスタートさせる。2005年、ドラマ、エンジンや、 のぶたをプロデュースにレギュラー出演。また、第26回、ビクター、甲子園、ポスターキャンペーンのイメージキャラクターに選ばれる。同年10月、このキャンペーンの企画として、ビクターエンタテインメントから初主演の DVD、ショートムービー、コーリング・ユーが発売された。2006年6月公開の映画、デスノートで映画に初出演し、物語のキーパーソンとなる。 渡る開催役を演じて、注目を集める。2007年公開の映画、プレゼンツ2000いで映画初主演。同年放送のドラマ、ライアーゲームで連続ドラマ初主演を務める。2008年には、井上歌舞伎公、伊豆で、初舞台を経験するほか、流星の絆など、話題のドラマで活躍し、2009年のエランドール賞、新人賞や東京ドラマアウォード女演女優賞を、 受賞した。2009年3月に公開された映画恋曲性で長編映画初主演。2010年に放送されたドラマスペックでは新境地となる役柄を演じ、後に続編としてスペシャルドラマや映画としてシリーズ化される作品となった。2018年、日本人で初めてフランスの化粧品、ブランドランコムのミューズに就任した。 2019年度後期の NHK 連続テレビ小説スカーレットでヒロインを務める。2020年12月10日、俳優の松坂通りと結婚したことをそれぞれの所属事務所を通じて明らかにした。ありがとうございます。